こんにちは、こんばんは、アラフィフです。今日はですね、もう日本語化されてる、Steam で買ったパソコンゲームをやっていこうと思います。アウトラストという、ホラーゲームですね。逃げゲーですわ。僕はね、この手のはやったことないんでね、ちょっと楽しみですね。すごく怖いらしいんで、動画でちょっと何回か他の人がやってはるのは見たんですけども、ちょっとすごそうやなと思ったんでやることにしました。で、日本語化のパッチがね出てるんで、まあ、それを導入するにあたっていろいろちょっと、試行錯誤しましたんで、ちょっとコンティニューなんていうのが出てますが、初見です。まあまあ人の動画を見てるんで初見ということもないのかもしれないですけど、まあ自分でやるのは初見なんで、初見ということでプレイさせてもらいたいと思います。ニューゲーム、難易度はノーマルですんで、はい、やってみます。ニューゲームスタート。はい。アウトラストには激しい暴力、語は性的な表現、下品な言葉などの内容が含まれています。ごゆっくりとお楽しみください。まあまあまあそういうことですね。あなたは調査専門の記者マイルズ・アプシャーであり、世界中の地獄のような場所に密着取材して脚光を浴びるという野望を持っています。いつも他の誰も調査しない事柄を危険を顧みず追い続けるあなたですが、今回はマウント・マッシブ精神病院の黒い秘密を解き明かすことになります。できるだけ生き残り全てを記録してください。あなたは兵士ではありません。マウント・マッシブの恐怖を切り抜け、その真実を公表することが仕事です。選択肢は逃げるか隠れることしかなく、それ以外は死です。いやー怖っ。コンティニュー。綺麗やな。やっぱパソゲーはちょっと違いますな。ちょっと音が小さすぎるのかもしれないんで、このドローンもミニスティックで視点が動きますね。パソゲーも大昔はやったんです。そう、まあ、20年ぐらい前なんです。まあその頃からめちゃくちゃ進化してるのは今回初めて目の当たりにしておりますね。さて、ここから、マーコフ精神医療システムの違法行為について、俺を誰だか知る前だが急いでほしい。監視されているのかもしれない。2週間の間俺はマウントマッシブでマーコフ精神医療システムのソフトウェアコンサルタントをしていた、コンサルトをしていた。だが機密保持の契約など全てクソくらいだ。恐ろしいことが起こっている。理解できない。俺は見たことの半分もまだ信じられないほどだ。医者はドリームセラピーが深く効きすぎたと語るが、何かが起こったに違いない。多くの人が傷つき、その代わりマーコフが金を稼いでいる。世間に公表する必要がある。と、閉じれない。カメラ、ビデオカメラですな。今確認したわけですね。さあ、うわー、
綺麗な。ノートや拾ったドキュメントはこれ。ノート何も持ってないからバック、ドキュメントバック、トイザ、記録報告、ここですね、トイザ。ああこっから見ることもできると。あこれ左右の、トリガーで、これまあ Xbox 箱丸のコントローラー使ってますけども、トリガーでこう覗き見モードになれるということですね。ちょっとねコントローラーがねちょっと調子がねあんまりよろしくないんで、これまた考えないといけないところなんですけど、まあ、とりあえず今はこれでやりますね。でどうしたらあこれでしゃがみは B ボタン、Y ボタンで、A ボタンでジャンプね。X はどうしたらな。あ、右のボタンの方ね、トリガーじゃなくてボタンの方でこのカメラのモードということですね。カメラモードに変わるということですね。走るのはですね、左のボタンの方ですね、レフトボタン。X をホールドして開く。開いた。ハンディカムはこうだね、今。イベント発生はノートに記録される。ここにいると本当に病気になりそうだ。マウントマッシブ精神病院。1971年にスキャンダルと政府の隠蔽により閉鎖された病院だが、2009年慈善団体を装いマーコー精神医療システムによって再開されるところだ、されたところだ。1マイルも出ると急に携帯が通じなくなる。受信範囲の問題というよりはまるで妨害電波が出ているかのように。マーコフコーポレーションは慈善団体としての活動は長いだが、アメリカでの業績はない。ここから逃げようとしているかどうか知らないが、何か大きなことをしている。良い結果はあまり期待できない。まあ神々で申し訳ないですな。どうしてもコントローラーの、ね、調子がね、左によれていくんでねまあしゃあないですね。これはどうしようもない。こっちはこっちもどうしようもないね。まあ、今まだ構えてなくてもいいとは思うんで、構えずに車ですな。カメラは構えずにちょっとやってますね。これか、ここか、忍び込むとしたらね。行ってみますかね、そしたら。さあ入りましたよ。扉開かないね。ハンディカムを起動してる。ああなるほどね。これでズームか。あそこが入れそうですね。こっちは行ってもしゃあないということですね。
ですね。はっ、お、止めた、よっしゃ。パソコンゲームは発達したな、ほんまに。よっしゃ、入った。管理官も兼ねて R 押し込み、ナイトビジョン。ああ、消耗するわけか、電池ね。じゃね、これは消耗するから、じゃあこれで、これ押し込みで、おっと、これやっててね。おお。ところでこれはセーブはどうなってんやろね。どこでもセーブなの？あ、どこでもセーブなのかな、ひょっとしたら。映るのか、見た方がいいのか、ね、荒れてますな、やっぱり。だいぶ昔に閉鎖された病院、精神病院ということなんでね、めちゃくちゃ荒れてますわ。その後、まあ慈善団体が何かしてるとはいえ、かなり荒れた感じになってますね。まあ、これ動画として撮ってるんで、輝度は最大まで上げてますんで、まあ多少見やすくはなってますね、多分。まあホラーなんで、ほんまはねちょっと暗い方でやった方がいいのかもしれないですけど。 OK ね、抜けた。これまた違う部屋、なんかある。おう、バッテリー、これが重要なようでね。あ、なるほどね、バッテリー交換即 Y ボタン間違えそうやな、なんかな。さてと、お、なんか物が落ちてますね。ドキュメント、報告、マーコフ精神医療システム、プロジェクトウォルライダー、マウントマッシブ使用、症状ナンバー174、イニシャル WPH ビリー、男性、19歳の男性、カール・ヒューストンが観察医と。症例報告、患者は自己主導により、明晰夢の状態に達したと主張している。モーフォジェニックエンジンの活動は前例にない規模で観察された。引き続きホルモンスケジュールはステージ4へと移行する。診断、スパイロメトリーは気管分泌の増加は認めていない、ヘマトクリット、なんやろね、あ、ヘマトクリット遠心分離器は再度赤血球の分離に失敗した。かなり気になる点だ。 MRI では、不正なレムノンレム睡眠サイクルを認めた。ノンレム時にエミを認める。対話報告、ビリーは彼の母親がモーコフと精神病に起こした訴訟の経過について尋ねてきた。つまり彼の主張するトレーガー医師の悪夢の真実以下にかかわらず、ここのセキュリティに致命的な違反があることを示している。メモ、トレーガーは社の、データではリチャード・トレーガーしか該当しない。MRD のエグゼプティブである。全看護師、セキュリティ担当者も疑わねばならないようだ。監視カメラには分析バイオメトリックスを含めなければならない。ということのよう、よくわかんないですな。とにかく怪しいことが行われていることは確かのようでね。
開かないね。開きませんね。ここはないや。ここも開かないね。ってことはこっち行くしかない。上か。上やな。その前にちょっと見ておきましょうかね。と。さあ、なさそうやな。なんもな。これで上上がるしかないやね。ボタンと。か、使わなしゃあないな。ここか。反対は？反対はまだいいな。はい。こっちかな、正しいのは。一応見とこうか。開けられたら開けたいしね。ここかな。何も開かへんね。しゃ。これここはもう急ぐことはできないんですな。すごいね。これで降りると、こうか。もちろん開かないね、この感じはね。さて、びっくりした。びっくりしたよ。見て、これか。いやー、びっくりせえへんかなと。僕ホラーはそんなに怖がらない方なんですけど、一瞬びっくりしたね、やっぱり。ああ、そうですか。あればっかやったよ。こんなんばっかりだよな。こっち行かなあかんのかな、この感じはな。まあまあまあ、どっから来たい、ここから来たいね。というわけではね、ここで、ここで一回とりあえず終了をしておきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。失礼します。